東海大学農学部の新たなキャンパス、阿蘇熊本臨空キャンパスは益城町の熊本空港近くに完成しました。これまで農学部のキャンパスは南阿蘇村にありましたが、2016年の熊本地震で大きな被害を受けたことなどから同じ場所での再建を断念し、2年前から益城町で建設が進められていました。新たなキャンパスはおよそ11ヘクタールの敷地に、研究棟のほか実習も行える食品加工棟や畜舎など31の建物が整備されています。これから日本で世界で必要とされる人材を育てていきたいという思いでいっぱいでございます。このキャンパスでは来月7日から授業が始まり、農学部の学生およそ900人が学ぶことになります。